星1号作戦が発令され、連邦軍の宇宙艦隊の多くがア・バウア空への進軍を開始。そんな中、ガンダム4号機にダメージを受けたサラブレッド隊は、修理と補給のため連邦の宇宙要塞コンペイ島に立ち寄っていた。あの事故の中、奇跡的に軽傷で済んだルース・チューイは、この数日の療養により戦線への復帰を果たした。補給も終わり、デビル将軍の主力艦隊へ合流戦と発進準備を進めるサラブレッド隊は、ソーラレイによってデビル将軍の主力艦隊が壊滅状態となった知らせを受ける。サラブレッド隊は第二大隊に編入されることとなり、ア・バウア空に向けコンペイ島を後にした。中域に敵部隊だと。ソロモン船の残党が息を潜め反撃の機会を伺っていたわけ。さすがに無視するわけにはいかん。総員戦闘態勢。ルース中尉、体の機体まだ本調子ではないですか。あまり無理しないようにしてください。分かってる。俺も二度とあんな目には遭いたくない。コンペイ島で受領した新装備のブースターユニットの性能は存分に試させてもらうぜ。おう、腕が鳴るぜ。にしても俺の心配はなしかよ。ホルドロムフェロー、行ってくるぜ。G04、G05、カッコ敵を殲滅してください。了解だ。ルース、無理するなよ。ああ、分かってるさ。としての機能を取り戻しきれてないだろうな。いつでも多く道連れに。敵の造影がサラブレッドに向かっています。支援お願いします。よし、援護砲撃。撃て。どうやら生き延びられたようだな。当たり前だろ。俺たちは生きるために戦ってるんだ。確かにな。